はい、今日の一品です。まずはフライパンを熱して厚揚げをそのまま焼いていきます。ジューッと音がしだして片側焦げ目がついてきたら裏返して ここにマジックペッパーソルトを振りかけていきます。ちょっと出すぎました。まんべんなくつけていきます。はい、ここに上にオリーブオイルをかけてスパイスの香りを全体に広げていきます。裏側にもつくようにフライパンに少し香りを落としてひっくり返していきます。はい、ここで少し味が染み込むように穴を開けていきましょう。醤油を一回しかけて スライスチーズを上に乗せていきます。はい、チーズが溶けたら器に移して上からも醤油を少しかけていきます。あとはカップに入れてお弁当にどうぞ。